韓国のゼリーが意味わからなすぎる。こんにちは、100円娯楽でーす。東京〇〇を筆頭に名前に土地が入っている商品や店は結構ありますが、さすがによくわからんと言わざるものを発見したので見ていただきたい。韓国で大人気の台湾ゼリー、シャインマスカット味とスモモ味の2種類、お値段は100円から値引きで40円。台湾じゃなくて韓国で人気なんだって。調べてみたら主に韓国のコンビニなどで販売されており、製造元も韓国なので、おそらく台湾とは全然関係ない。そしてプルプル食感が特徴らしいですが、それってもうこんにゃくゼリーじゃねってことで、今日は台湾ゼリーを実際に食べてこんにゃくゼリーとの違いを見てみましょう。値段合計80円。これでこんにゃくゼリーと一緒だったら韓国までこのチャリコギで文句に行きましょう。ということでいざ実食ということで、食べてみた結果がこちら。うん、美味しい。ちょっとおしゃれなこんにゃくゼリー。ほら、やっぱりこんにゃくゼリーとほぼ変わらんじゃん。ということで、台湾関係ないくせに台湾って命名した韓国まで一っ走り行ってきます。僕の住む愛知県に台湾混ぜそばという台湾関係ないものがあったので、今日のところは見逃してやった今日この頃でした。でもゼリーとしては結構美味しかったです。